本当ね、モテんだよね。そう。話聞いてたら。実際にモテるし。うん。こればっかり俺たちのやっぱり物差しが間違ってるとしか言えないんだよね。だって受けなかったんだから本当に、当時。今だったら違うんですかね。ただ、小沢くんって、その今ほら、昔からそうだけど、ちょっとこう、まあ、勘違い発言をして、キザなことを言うのが売りになってるから、頭がおかしいとか、うん、気持ち悪いって言い方を受けるかもしれないけど、ブサイクって言い方もしかしたら受けないのかもしれない。そうですね。うん。もっと面白い顔の方いっぱいいますもんね。いるから、ね。そうなんだよな。でもモテて結構ね、まあ、ここで言えないけど結構なね、グラビアのいい子とかね、過去にね、うん、あれなんだよ、落としてるんですよ。豆なんでしょうね、きっとね。いや、豆じゃない、なんだろう。やっぱああいうように臭いセリフとか言うのも、いいみたい。女の人って。だからやっぱ世の中、これはね、思うのは、どう考えたってブサイクだと俺は思ってんだけど、うん、結局雰囲気イケメンっていう言葉あるじゃない、うん、女の子でもなんか雰囲気が可愛い。うん、まあ、ブスカワのことかってそうなのかな、うん、結構、ね、顔はあんま可愛くないんだけど、なんか雰囲気可愛いよね、みたいな。うんうん、はいはい。だから、顔があんまり良くなくても、雰囲気で人ってごまかせるんだなっていうことをみんな勉強した方がいいよ。そうすると、顔なんかもほら整形するから治んないんだから、まあね、はい、こんな顔だってちょっと雰囲気イケメンになってんだから。まあね、まあ雰囲気もそんな良くないもんな。声は？ん？声、あれ声すごいいいって言わない？みんな。言う。ね。うん。だから声がいいからっていう。ガサさん。わさわさ。ああいうので、なんか、かっこつけてる、ああいうの。ハスキーボイス で声小さいじゃん。だから、近づいて聞いちゃうんじゃない？そう。女の子。だからバーに入る声なんじゃない、うん、多分そういうのもあるんだよ。ね。だから、すごいんだよ。そう。うん。はい、このニュースは。これクソだね。このニュースクソ。そう。うん。はい、じゃあ続いて。ラジオネーム、五本木太郎記者が送ってくれました。おのののか、彼氏女子を告白。タレントのおのののかが19日東京都内で行われた映画の記念イベントに出席、同席した俳優の竹中直人が映画で主演を務めたリーアム・ニーソンについて、62歳なのに老眼鏡をかけていないのが納得いかない、俺なんて老眼鏡がないと生きていけないのにと冗談を飛ばすと、おのは、私は老眼で目を細めている男性を見ると可愛いなってキュンとする時があるとフォロー、うん、最近はダンディーな大人の男性が好きな枯れ線女子が流行っていると明かし、私も実際に大人の男性が好き、竹中さんも本当にかっこいいと思いますと語った。したたかさに定評のある作詞小野ののか、うん、やれる総選挙を向けて中高年クソ面への評価ためを図ったと思う。なるほど、そういう方法ね。なるほど、これ確かにしたたかだな、これ。あー、おののかは入ってきてもいいですね。ねえ、うん、確かに。ここ。いや、フォローね、無理やりなフォローするね、これね。細めてるところは可愛いと思う。無理やりだよ。全くだよ、そんなこと思ってない癖してさ。まあこれはやっぱりこの辺の。はい、人たちの、うん、絶対に言わなきゃいけない言葉なんでしょうね。キャバクラとか、うん、まあ、ホステスと一緒ですから、うん、何歳までストライクゾーンって必ず聞かれるでしょ、うん、聞かれますね、若い子って、はい、でちょっと可愛い子って、うん、でお父さんより下っていうのは一時必ずみんなが使ってた、まあ、使ってた。そう、ただ最近こうタレントさんもお父さんより増えてきちゃってるから、そうね。おじさんタレント多いじゃない？はいはいはい。だってまだ現役でみんなやってるわけだから。もうすごいもんね、今。そう。さんまさんだって60近くも。そうでしょ？さあ、うん。そうすると、お父さんよりかも下だったら大丈夫がもう通用しなくなってきてる。もっと上の方がいいから。うん。そうするとこの枯れ線ですよ。それ、あ、そこで枯れ線なんだ。はい。お父さんより上なんだね、枯れ線って、ね。お父さんと上もいけますよってもう言わないと。うわぁ。うん。いやらしいね。うん。まあこっまあその辺がやっぱお金も持ってるしね。うん。この辺からやっぱ、うん、指名もらわないと。うん。そうだな。うん。まあ実際に竹中さんはね、かっこいいからさ。雰囲気。あの、これこそ、これこそっていうか、竹中さんこそ。竹中直人、竹中直人、これこそって言って。あれだよね、うん、雰囲気。まあそうだね。雰囲気イケメンじゃない？あの人雰囲気なかったら終わりでしょ？
言ったら。かっこいい。かっこいい。かっこいいよね。びっくりするぐらいかっこいいもん、やっぱ生で見ると。雰囲気がいいから。うん。そうだ。そうなんだよ。これはニュースはどうですか？クソ。クソ。はい。じゃあ続いてはラジオネーム、ボインディスキー記者からのメールです。ん？こっから記事ないやつ。あ、これ記事あるやつ。はい。これまだ記事あるやつですよ。はい、来月の妄想総選挙に向けてアピール続々と。うん、来月行われるやれる総選挙に向けて女性タレントによるアピール合戦が過熱中、うん、モデルの七尾は自身のインスタグラムで明らかにやれるアピールと思われる胸元のざっくり開いたドレス姿を披露女優の戸田恵梨香もインスタグラムで愛犬とのツーショットを公開。バター犬かどうかは否定、あ、どうかは定かではないがこちらもアピール全開、うん。さらにモデルの小森純はイベントで最近相次ぐタレントのすっぴん公開写真に対してあれはすっぴんじゃないと反論そりゃそうだな、そうだ、言う資格があるよ、ね、小森純は、うん、以前ボラのようなすっぴん写真を公開した小森他のタレントのアピールは偽物、本当に軽いのは私だと言わんばかりの毒舌を披露したと。開票日まであと3週間、うん、ますます盛り上がるやれる合戦に期待が高まります。うん、これが何ちょっと待って、これ、うん、うちのクソメン、うん、クソガール記者が、やったやつじゃなくて本当に記事になってるわけ。それぞれが記事になってる、ね、記事になってんだ、いろんな記事を集めたんだね、集めたんだこれ、うん、やっぱこの小森純のすっぴん面白いね。いやこれはすごいよ、それは怒るよね小森純だってね、うん。これぐらいの死ねダメだよ、それは。これは最高だよ。今見ても面白いもん。これしばらく笑えるもん、こんなブスいないぞ。これは面白いわ。ほんと、こんなブスいないよね。でもやっぱさ、そう考えるとさ、よく芸能人の女の子ってさ、うん、ちょっと見ない間に可愛くなると、あれこれいじったなってすぐ言われるじゃん。うん、はいね、これやっぱメイクでどうにかなるって。結局だってこれがメイクなんだもんね。メイクでいけるんだからさ、こんなブスなんだぞ。こんなブスいない。これが小森氏メイクしたら普通にだってモデルとして活躍できるぐらいにはなるわけだから。そうだよ。やっぱりね、全員ね、見たらすぐね、あ、これ正規だなって言っちゃダメかもな。そうね、メイクでいけんだね。いける。これ、確かこれはそう、生き証人だな、これは。でも、七尾なんだっけ、自分のことブスって言ったのね。七尾は、ブスって言ったんだっけ、自分でブスでなんか嫌だみたいな、うん、なんか言ってたんだよね、うん、で矢作がその説として、うん、本当にメイク取ってブスなんじゃないかって言ってたよ、ね、そう、うん、あの時結構叩かれたって話だね、お前がブスって言ってどうすんだみたいな、そう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 、だけどそれもあるね、あるよ、このぐらい、うん、小森純ぐらいブスかもしれないね、うん、もしかしたら、そうなの、これも映え、メイクで映えそうな顔だもんね、よくよく見たら、あのね、薄っぺらい顔っていいんだよ。のぺーっとしてる顔。はい。と映えるんだ、メイクが。なんかもう、何もないキャンパスに近いんじゃないの？真っ白のね。そうそう。やっぱりこう、あんま濃い顔しちゃってるとさ、うん、いろいろやってもさ、なるほど、ダメなんじゃないの？最初に。最初に醤油入れた後にさ、後からいくら砂糖、足してもダメじゃん？味って。なるほど。これもそうなんだ。でもこれ、七尾の胸はカニパイなんだね。おっぱいないんだよ。カニパイっていうかおっぱいないんだよ。おっぱいないのか、うん、カニじゃないのか、これ。カニじゃないんじゃない、でも偉いね。ないのにこういう服着るって。うん。なんか、うん、かっこいいじゃない、綺麗ですよね。いいよ。うん、かっこいいよね。うん、こういうのっておっぱい大きいやつがするじゃん。やっぱもうスーパーモデルの感覚じゃない、似合いますよね。確かにスタイルいいからな。スタイルがもうすごい。この人は。うん。七尾がね、うん、これがまたすっぴんになってこの小森純球だったら面白いけどね。面白いなぁ、やってほしいなぁ、戸田恵梨香はこれ終わりなの、これすっぴんなの、すっぴんじゃないよねこれはね、うん、でもなんかあんましてないね、顔がなんか全然違う気がするんだけど、ね、うん、違う、なんか俺こっちの方が好きっぽいな、うん、可愛いね、可愛いですね、うん、可愛い、うん、ね、可愛いじゃない、そうか、このニュースはクソクソ、はい、クソですね、うん、はい、はい、じゃあこっからですね、記事なし、うん、はい。ね。いつだけ。うん。居酒屋、茨城県居酒屋店主。これクリス、松村の番記者ね。ああ。